自分にとって戦う意味って言われるとやっぱまあ5歳ぐらいからずっと格闘技やってきて、まあ、空手、キックボクシング、ボクシングもやってきましたし、まあ、意味は何かって言われると正直自分も分かんないんですけど、やっぱちっちゃい頃から親父にまあチャンピオンベルトを巻くっていうのが目標でやってきたんで、まあ、一応この前 ISK の暫定のチャンピオンはベルトは巻いたんですけど、まだちょっと物足りないなっていうのがあるんで、やっぱちょっと日本でメジャーなベルト巻いてお父さんにあげたいなっていうのは、まあそれが一つの目標と、まあ意味って言われたら違うかもしれないですけど、まあでもそんな感じです。自分はまあ最初カナダ行って真面目に半年間ぐらいしてたんですけど、まあ日本に帰れないっていうのを知って、まあやんちゃしてたっていうか、まあ、刑務所入って出てきて、でまた入って、でまあでそろそろもう変わる時期やろっていうふうに自分も思ったし、まあいろいろ周りもちょっといろんなことが起こりすぎてたんで、まあ、一旦日本帰ろうかっていうふうにお父さんに言われたんで、まあ、日本に帰ることになりましたね。戻ってきてお兄ちゃんの試合にすぐ見に行ったんですよ。1週間か2週間後ぐらいに。でその時にまあめっちゃかっこいいなと思ったんで、自分もこれ真面目にやってたら慣れてたんやっていうふうに思ったんで、そこから真面目に格闘技に専念してます。はい、まず一つ目のカードですね、ウェルタキのワンマッチになります。カイト選手と宇佐美秀メイソン選手の対戦です。最初ほんま正直誰と思いました。誰と思って、なんか経歴見たらなんかすごいいろんな大会で優勝したりしてるし、調べて見てみたらなんか総合やってたんですよね。まあ、自分もともと MMA やってて、打撃が得意なんで、まあ、打撃やって、まあ、ちょっと寄り道して K1 かクラッシュのチャンピオンベルト取ったらいいなと思ったんで、まあ、K1 に来ました。 K1 チャンピオンが通過点どこ目指してんの、何目指してんすかあいつ。そんな甘くないと思いますよ。自分でも分かってると思いますよ。まあ、これ言ってるだけちゃいます、初めてなんで。まあ印象はやっぱなんかまあブンブン丸っていうイメージがあるんですけど、まあすぐ倒れるなっていうイメージもありますよね。なんかちょっとヤンキー感出してるお兄さんみたいな。ヤンキーって何なんですかね。まあ僕今現役でやんちゃしてるとかじゃないんで、ちゃんと格闘技してるんで、もうやんちゃしてたらもう会長に怒られるんでね。まあ今回綺麗さは僕いつも求めてないんで、どうやっても倒して勝って梅田さんに、あもうそろそろタイトルマッチやらせてもええなって思わせるような試合をしたいなと思ってます。僕やっぱスピードタイミング全て大事にしてる選手なんで、イメージではもう圧倒的にボッコボコして倒してるとこしかイメージつかないですね。蹴り倒したのかなと思ってます、ね、腕とか痛めつけて心折れたところをどつき回します。K-1 はちっちゃい時から憧れてた舞台ですね。特別ですね。 K-1 って言ったら、まあ、キャッチがない分すごい殴り合いができるんで、すごい見てても楽しいし、まあ、でもできるだけ、まあ、相手のパンチ当てられずに自分の当てるっていうのがやっぱ目標ですけど、まあ、自分もまだ3戦目ですし、まあ、こんな早く殴り合いしてたらダメージやっぱ蓄積してくると思うんで、やっぱ自分のまあね、格闘技人生ちょっと長く、少しでも長くしたいんで、なるだけ叩かれへんようにはしてます。まあ練習は嘘つかないんで、まあ、試合見といてください。まあ、自分が大阪生まれて15歳まで大阪育ちだったんで、まあ、すごい楽しみにしてて、あとは、まあ、カイト選手殴り合ってくれる選手だと思うんで、すごい熱い試合ができるかなと思うんで、
まあ、地元のみんなに見せれたらなというふうに思ってます。メイソン選手は僕のことブンブン丸って言ってたんですけど、僕ブンブン丸でいいんで、まあ、そういうやつも必要だと思うんで、もう倒せるブンブン丸ちょっと目指していきます。令和の、はい